こんにちは、プロゴルファーの小林よしのりです、今回はですね、リンクスから出ましたザ・スイングプレートのご紹介です。まあご存知な方も多いんですけども、スイングプレーンを作ったり、まあ、頭のこう動くエラーを矯正したり、いろんな使用方法があるので、それを紹介したいと思います。まあこうして地面に置いてですね、この棒の部分、伸縮自体になってます。だから長さを調整できるっていう便利な面もありますし、ここの雷角はもちろんこう変動するので、各個人個人に合った雷角に合わせれるということです。まあアメリカ、イギリスなんかでもとても評判が良くてですね、使用プロの使用者がすごく多いので、ぜひ皆さんにも使っていただきたいと思っています。では実際ですね、リンクスザスイングプレートの使用方法について、説明していきます。皆さんが大体こう気にされるところはスイングプレーンなんですけども、まあスイングプレーンもテイクバックの初めから重要なのでね、ザスイングプレートで、チェックしたいと思います。アドレスした時に、僕は今7番アイアンを持ってますが、アドレスした時の雷角とスイングプレートを合わせてください。ホールに構えて、最初は打たないでも結構です。テイクバックでしっかりこのホールの部分にクラブヘッドが沿ってるかどうか、自分の目で見てチラッとこう確認しながら、こんなにこんな上げ方をするのかみたいな、そういう感覚になってもらえたらいいと思います。で、あとはもうスイングの流れでトップには入っていくので、あとはそのままヒットしていくだけです。チェックポイントはそのテイクバックダウンスイングでしっかりこのホールにクラブヘッドが乗るかどうかをチェックしたいので、ビデオなんかも、使いながらチェックしていただいたらいいかなと思います。じゃあもう一度、まずはテイクバック、プレーンを少し上に振れるんですが、ダウンスイングではもう一度乗り直すという形を目指したらいいと思います。これが一つの練習の方法ですね。はい、じゃあ次はですね、私もちょっとそのエラーが多いのでこれを活用させてもらってますけども、テイクバックの時に頭が右に動く、言ってみれば頭を右に動かすと肩が深く入ってなんかこう大きく上がってるようなイメージにはなるんですが、テイクバックの仕事っていうのは体を回すのではなくてひねることの方が重要なんですね。だから頭を右に動かして回った風に感じてしまうと、これはこれで一つのエラーになります。僕の場合もそれが多いので、これを使ってますけども、まずこう右耳の横に、セットします。でテイクバックした時にスイングプレートのボールの部分に右耳が当たらないように、当たるとこうして動くし、こう、揺れてくれるのでエラーだっていうのが分かりますから、これを繰り返してテイクバックする練習をしています。そうするとやっぱり頭を右に動かしている時よりはすごく体がきつく感じるんですよね。だからそのきつさを感じながら、実際、球を打つとか、そういうことに変えていくというようにします。テイクバックをしたときにボールに当たらない、であとは振ると振り切ってしまうとこのスイングプレートに当たってしまうので、ボールの部分だから振り切ることは普通はしないんですけども、ハーフスイングでイメージを作ると、こういう練習方法もあります。リンクスザ・スイングプレートいかがだったでしょうか。お家の中でですね、短いクラブ、練習用のクラブを持ってスイングプレートを使ってスイングプレーンのチェックをしたりですね、練習場に持って行ってですね、実際、これをこう役立ててスイングプレーンを作るということも可能です。いろんな練習方法がありますのでね、自分なりにこうエラーがあるところを重点的に直す
方法で使用してください。ぜひとも皆さんの美しいスイングプレーに役立ててください。